ハレリア、こんばんは。ハレリア、アメン。カズキさん、ハレリア、アメン。コタロウさん、ハレリア、アメン。アメン。皆さん、こんばんも、ハレリア。今晩も皆さん来てくださいました。もう皆さんですね、皆さんの熱心さ、皆さんの忠実さ、天に宝が蓄えられていますよ。イエス様は見ています。イエス様は皆さんの信仰を見ています。皆さんの、そのイエス様に対する奉仕、イエス様を愛する愛、皆さん、私たちはイエス様に向かって生きています。イエス様は皆さんの心をご存知です。メラニーさん、ハレリア。イエス様は皆さんが熱心であることを喜んでいます。黙示録に、暑いか、冷たいか、生ぬるいも吐き出すと書いてあります。皆さん、信仰っていうのは生ぬるくちゃいけないんですね。信仰は熱くなきゃいけません。信仰は熱くなければいけません。アメン。皆さん、熱い信仰を持ちましょう。外は寒くても、寒波で寒くても、心は熱く生きることができます。皆さん、互いに、励まし合って思いましょう。実は皆さん、私もですね、ここに来て皆さんに励まされて燃えるのです。私も燃えたいのです。私も励まされたいのです。互いに励まし合う。互いに愛し合う。これが神の国であり、愛第三ハレルヤ。これが教会であり、イエス様の御心です。イエス様の御心は、私たちが神の愛で愛し合うことです。神の愛で、愛し合うことです。それが、イエス様の命令です。御心です。そして今、この世に、必要なのは、その神の愛を表すことではないでしょうか。神の愛を表す、それは神の栄光を表すことになります。皆さん、そういうわけで皆さんがこの伝道部屋に来て一緒に学び、一緒に、その神様の愛をどうやって表すか、どうやって、その人間関係において、人を愛するかということを学んでいます。私も学んでいます。皆さんも学んでいます。共に学ぶことです。共に学ぶことです。イエス様の教えはいろんな教えがありますけれども、人をどのように愛するか、人をどのように愛するか、それがイエス様の教えと言っても過言ではありません。人間の愛では人を愛することができません。人間の愛では、社会が成り立たないのです。人間の愛ではどうしてもですね、孤立します。そして、裁き合います。皆さんはそのことをご存知でしょう。皆さんがですね、傷ついて、心が傷ついて、そして、ネットの中で人間関係を求めるようになったんではないでしょうか。しかし、ネット社会も、結局は罪人の社会。ネットでも傷つきます。皆さんもですね、ネットで傷ついて、ね、辛い思いした人がいるんじゃないでしょうか。リアルの社会でも傷つき、ネットの社会も傷つく。一体どこに行けばいいのか。どこに行けばいいのか。どこに行っても傷つく。ね、これがこの世です。この世です。しかし、皆さん、希望があります。希望があります。リアルであったとしても、ネットの社会だとしても、神の愛が必要なんですね。神の愛が必要。神の愛が必要なんですね。今日は、神の愛を表すクリスチャンマナーというテーマなんですが、まあ、クリスチャンマナー、時々このテーマをしますけれども、クリスチャンマナーっていう言葉が実際あるかどうか知らないんですが、私が勝手に使っているんですが、まあ、クリスチャンのマナー、ね、クリスチャンマナーということで、そして、ですね、ちょっと
コメントがあるんですが、昨日ですね、悪霊は外、祝福は内というテーマでやったんですが、私間違えまして、今日が節分でしたね。私は昨日が節分だと思って節分放送しましたけど、今日が節分だということで、まあいいですよね、1日くらいね。まあ昨日やったから、まあ今日皆さんが、ね、信仰の節分、ね、御言葉によって、悪霊は外、祝福は内と言っていただいたんではないでしょうか。セブンイレブン行ったらですね、なんかこう、鬼の格好した人とね、なんか恵方巻き売ってましたね。鬼の格好した人とですね、なんかこう、恵方巻きを売るセール、キャンペーンやってまして、びっくりしましたね。たった一日のためにあれやるのも大変だと思うんですが、まあ、恵方巻き買いませんでしたけれども、太巻き寿司は好きなんですけども、やっぱりですね、あの一種の、まあ、なんて言うんでしょうかね、縁起物って言うんでしょうかね、縁起物ですからね、やっぱりクリスチャンは縁起を担ぎませんので、買いませんでしたね。普段太巻き寿司を食べればいいんじゃないかなと思うんですが、あえて節分に買う必要はないんじゃないかと思うんです。皆さん、恵方巻きで祝福は来ませんね。恵方巻きで祝福は来ません。イエス様から祝福が来るんです。イエス様から祝福が来ます。そうですね、お寿司好きなんですよね。太巻き大好きですよ。太巻きも太巻きも好きですよ。それからカッパ巻きだったかな、カッパ巻きじゃないや、お刺身の巻き寿司ありますよ。なんて言いましたっけね、あれも好きですね。まあ、とにかくお寿司美味しいですよね。はい、あ、鉄火巻きですね。鉄火、カッパ巻きじゃなくて鉄火巻き大好きですね。カッパ巻きね、はいはい。もう一個いいニュースがあります。とてもいいニュースがあります。3月23日ですね。3月23日、3月、だいぶ先ですね。見えるかな、ね、3月23日に、リバイバルに備えたという集会があります。会場は東京の新宿のヨドバシ教会で、3月23日、リバイバルに備えたという集会があります。で、これはあのこの人が奥山実牧師と言います。奥山実牧師ですが、この方がですね、牧師になって50年牧師になって50年ということで、その、奥山実宣教50周年記念っていう、集会があります。で、なぜこれがあのいいニュースかというと、実は今日ですね、このコーディネーターの方が今日ここに来ましてですね、で、私 の, あのネット洗礼について、まあ、その聞きに来たんですね。で、これの最後のところですね、最後の、まあ、何時でしょうかね、7時ぐらいにですね、あの、まあ、私のネット伝道を、まあ、20分、たった20分ですけどね、20分であのデモンストレーションをやって、話してくれという頼まれまして、ネット伝道を、この、まあ、集会であのデモンストレーションをしながらできるということで、もしかしたらですね、2時からなんですが、2時から夜まであの放送するかもしれませんね。生放送を して、そしてその生放送をしていながらで、最後の方にちょこっと20分ぐらい、私のメッセージができるかもしれません。ね、まあ、一応予定ですから、ね、予定ですから途中でもうダメって言われるかもしれませんし、まあ、分かりませんが、一応今日の話だと一応伝道が20分の、まあ、説明って言いましょうかね。ただ実際はメッセージじゃないですね。有吉さんこんばんは。メッセージじゃなくてですね、ただネット伝道について説明するだけですね。私があのどういうネット伝道をしているかという説明をするだけです。皆さん、東京近辺の方、ぜひぜひ来てください。再来月ですね。あ、来月だね。
来月23日の、ヨドバシ教会、ヨドバシ教会、時間は2時から8時までなんですが、私が出るのは7時から8時ぐらいの間、7時から8時ぐらいの間ぐらいじゃないかなと思います。ぜひ皆さん、近場の人は来てくださいね。まあ、生放送しますから、生放送でも応援して、くれると思います。はい、ヨドバシ教会ね、ヨドバシ教会、中田十字っていう人がいましてね、今のホーリネス、ウェスレンホーリネスかな、ウェスレンホーリネス系の教会で、ヨドバシ教会っていう大きい教会が、あれは、何でしょうかね、大久保ですかね、大久保駅だったかな、あの総武線は大久保でしたかね、総武線大久保駅だったかな、そっちの方の駅の近くでヨドバシ教会っていうのがありますね。はい、大久保駅かな。はい、あの私に会えますよ、もちろん。ただ放送中なのでね、あの集会終わらなければ話なかなかできないかもしれませんが、あの放送してますので、あのまあ、会うことできます。会いたくない人はいいんですが、会いたい方は、休憩時間も話ができますので、はい、ぜひ皆さん、フリースの即売会はありません。献金はあるそうですね。席上献金はあるそうですね。握手できますよ。行きたいけど遠いか。遠いか。握手しますよ。ね。はい。それでですね、はい。はい。それではですね、タイトルいきますね。愛を表すクリスチャンマナー。じゃあ皆さん、今日はマナーについてですね。J さん、ハレルヤ。はい、今の世の中、マナーがなくなってきてるんじゃないかと思うんですね。マナーとは何か、ね、じゃあ皆さんにちょっと答えてもらいましょう。はい、皆さん、まあ、道徳と言ったらいいのかな、マナーと言ったらいいのかな、マナー、道徳、英語でなんていうのかな、英語でマナーかな、道徳は英語でなんていうの、モラルかな、まあ、モラルとマナーとちょっと違いますよね。モラルは道徳ですね。マナーは、道徳的な作法と言ったらいいのかな、道徳的な作法、マナーね。はい、じゃあ皆さん、マナー、はい、マナーとは何ですか。はい、打ってください。マナーとは何でしょうか。マナー、礼儀、作法、偽善の作法もありますよね。道徳的なメラニーさん、常識、思いやり、ピンポン、思いやりですよね。思いやり、恥、マナーがないというのは恥ですよね。マナーね、規則、まあ、規則もマナーでしょう。思いやりですね。空気を読む。ねえ、KY じゃいけないということですね。KY じゃいけない。思いやるという。ね。周りに迷惑をかけないこと。まあ、これ日本人得意ですよね。他人に迷惑をかけちゃいけませんよ。人に迷惑をかけちゃいけませんよ。これなんか日本人の、マナーっていう感じですよね。歩きタバコをしない。隣人を自分のように愛すること。ピンポン、ピンポン、ピンポン。隣人を、席を譲る。最近は譲ると怒られることがありますね。私まだ年寄りじゃないわよって言ってね、譲ったら怒られるっていう、話が最近多いです。大声を出さない。そうなんですよ。最近もう道路で大声出してる人がたくさんいます。ゴミを捨てない。ね。ゴミを捨てない。他人の放送を荒らさない。他人の放送を荒らさない。ねえ、キューちゃんには譲るべき席を譲ってくれてありがとうございます。それから鼻くそを止めない。もうそれはとんでもないことですね。はい。はい、レイ様こんばんは。聖書を食べない。
そうですね、 Q をディスらない。そうですね、悪コメはマナーないですよ。悪コメ打ってる人はマナーがありません。ニコ生マナーね、皆さん、クリスチャンマナーをニコ生マナーにしましょう。ニコ生マナー、それは、悪コメを打たないというね、誹謗中傷しない、はい、人参を愛するねえ、本当にマナー難しい。はい、ありがとうございます。はい、そのぐらいでいいでしょう。はい、それではですね、まあ普段言ってることと同じことなんですけども、ただまあそのマナーという側面で話すことによって、普段言ってることと同じことなんですけども、そのよくわかるようになると思います。はい、皆さん、キリスト教的にはですね、立法主義というのがありますね。立法主義というのは、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないということですね。人の気持ちを考える、アメン。人の気持ちを考える、いいですね。立法主義っていうのはね、こう道徳ね、こうしなきゃいけない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 、これが立法です。で、立法主義っていうのは、規則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 ね、外面的なことでコントロールするね、そうしなきゃダメだよ、こうしなきゃダメだよ、こうしなきゃダメだよ、こうしなきゃダメだよ、ね、そういう規則、これがまあ世の中の道徳なんです。世の中の礼儀、世の中の作法、それが顔面的なものなんです。ところがですね、人間は罪人です。罪人ですから、その窮屈なわけですね、要するにこのまあマナーをですね、やることが窮屈ね、だから縛られてるという、そういう感じで、多くの人はそのマナー的な人もいるかもしれません。マナー的もいる人がいるかもしれないけど、どっちかというともうめんどくさい、マナーなんかどうでもいい、ね、好き勝手にやりたいんだ、好き勝手にやりたいんだっていう人も結構いるんではないでしょうか。今の世の中マナーがね悪くなってるじゃないかと思うんですが、ちょっと皆さんアンケート取りましょうね。今、特に今の日本ですね、今の日本はだんだん悪くなってる、マナーが悪くなってると思う人が1、いやそんなことない、マナー良くなってるよっていう人が2、まあ両方の面があります。良くなってる面もあるでしょう、悪くなってる面もあるでしょう、プラスマイナスどっちなのかという、プラスマイナスマナーが、悪くなってるのか良くなってるのか、人の見方によって違うかもしれませんね。なんか郵便局とかですね、市役所とかですね、なんか警察署は最近マナーいいですよね。なんかこう昔と違って、なんか役人気取りじゃなくてですね、結構なんかこう民間のお店みたいにですね、なんかこう、接客訓練ができてるような、そんな感じがしますね。いきます。マナーが良くなってると思う人が1、いや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 、マナー、あ、いや、悪くなってると思う人が1、悪くなってると思う人が1、いやいや、良くなってるよ、マナーが良くなってるよという人が2ですね。1、2の3、半々ですね、半々。まあ悪くなって、良くなってるという人のが多い、 55% 55% 良くなってると思ってる人が1。まあ半々ですね。うん、私ね思うんですよ、最近のなんかこう、まあ、食事するお店とかね、なんか接客訓練よくできてる感じしませんか。なんかそんなにしなくてもいいよと思うぐらいのなんか接客訓練がありますよね。なんか以前なんかですね、レストランかなんか行った時ですね、その注文するウェイトレスの人がですね、こうしゃがんで注文取るんですよねこうしゃがんで注文取る、いやーなんか昔そんなことなかったような気がするんですけど、しゃがんで、要するに立って注文取るっていうのは失礼だということなんでしょうかね。しゃがんで注文取るという、なんかまあある意味ではそのいいのかもしれませんけどね、なんかだんだんそういう、まあビジネスですけどね、
ビジネスなので少しでもお客の印象が良くしたいということで、そういう接客訓練ができているのかもしれませんが、まあ、そういう意味ではいい時代になっているかもしれませんが、しかしそれはまあ、あくまでもビジネスの問題ですよね。本当のマナーは、そう、機械的ですよね。本当のマナーはですね、やっぱりそういうビジネスマナーでは本当のマナーとは言えませんね。まあ、ビジネスマナーもないよりもあった方がいいですよ。もう、つけんどんのですね、つけんどんの店員さんっていうのは嫌ですもんね。やっぱりある程度、こう、マナーのある、接客してほしいと思いますが。だけど、やっぱりビジネスマナーは、まあ、本当に、ないよりもいいけれど、ないよりもいいけども、やっぱり本当のマナー、本当のマナーは、どういうマナーでしょうか。結局ビジネスマナーは目的はお金ですよね。まあお金が目的のマナー、それがビジネスマナーということでしょうか。それではですね、その立法主義というのは形だけだということですね。形だけ。で、形だけのマナーというのは、愛しちゃダメ、恋しちゃダメということで、きついということです。それで、キリスト教というのは、キリスト教というのは、どういうことかというと、形ではないんだと。形ではないんだと。マナーというのは、結局人を愛するということなんですが、人間にはその人を愛する愛がないんだよ。人間には人を愛する愛がない。だから人を愛せない。愛がないからマナーが悪いということになります。多くの人がマナーが悪い理由は愛がないからだということです。罪人で、自己中で、自分のことしか考えないから、だからマナーが悪い。よくですね、マナーが悪くてカチーンってくることありませんか？なんかこうぶつかってくるとかですね、欲張りするとかですね、なんかこうマナーが悪くてカチンってくる、これよくあると思うんですよ。皆さんこれは多分 100% に近いんじゃないかと思うんですが、マナーが悪くてカチンときたことがある人、マナーが悪くてカチンときたことがある人が1ね、そんなこと1回もないよっていう人が2ですね。はい、もうこれはかなりのパーセンテージではないでしょうか。マナーに憤慨した人ね、もうマナーにもう、怒ってしまったことがある人、ね、カチンときた人がある人、1、2の3、あららら、嘘っぽいですね嘘っぽいですね。半分ないじゃないですか。半分嘘でしょ。皆さん嘘つかないでくださいよ。皆さん、嘘はクリスチャンになるために嘘ついちゃいけませんよ。皆さんね、正直に行きましょう。正直ね、じいさん正直に行きましょう。正直ね、まあ、とにかく、クリスチャンは正直。はい、皆さん、言ってください。クリスチャンは正直、言ってください。クリスチャンは嘘つかない。インディアンは嘘つかないじゃなくてね、インド人は嘘つかないだったからインディアンだったかインド人だったか、インド人は嘘つかないじゃなくて、はい、言ってください。クリスチャンは嘘つかない。クリスチャンは正直。クリスチャンは嘘つかない。アメン、アメン。クリスチャンは嘘つかない。アメン。インディアンでした。インディアンは嘘つかない。クリスチャンは嘘つかない、愛を持って真理を語り、愛を持って真理を語る、それがクリスチャンなんですね。じゃあですね、その愛というのは要するに、マナーの、いいですか、マナーの本質は神の愛です、ね、じゃあこれも皆さん言ってください。マナーの本質は神の愛です。あ、もっと短く言いましょう。マナーは神の愛です。これは言いやすいでしょ。入ってください。大きな声で。マナーは神の愛です。マナーは神の愛です。マナーは神の愛です。ね。皆さん、これ大事な言葉ですから覚えてくださいね。マナーは神の愛だ。はい。マナーは神の愛です。
で、どういうことかと言いますとですね、結局そのね、立法主義で規則でね、規則でマナーをするんじゃないんだよっていうことですね。つまり本当のマナーは内側から神の愛があって、神の愛によってマナーができるんだよっていうことですね。神の愛があるからマナーができるんだよ。わかりますか？要するに神の愛がなかったら、もうそのマナーが出てこないということですね。もう規則、外側からああしなきゃいけない、こうしかなきゃいけない、礼儀正しくしなきゃいけない、これが立法主義です。立法主義ですね。つまり、いやいや正しいことをする、いやいや正しいことをする、これ偽善です。偽善というのは、心に愛がないのに形が良いことをする、これ偽善です。偽善、つまり神の愛がなければ偽善だよということです。神の愛がなければ偽善だよ。わかりますか？偽善っていうのは、神が愛がないのに良いことをすることです。神の愛がないのに良いことをする。ちょっと自炊ですけど、この世の人は、ね、この世の人は、神の愛がない人は、神の愛の愛がない人は偽善者だよという、ちょっと自炊ですね。この世の人は偽善者だよという、ね。あまり聞かないでくださいね。あまり聞かない。自炊になっちゃいますから、あまり聞かないでください。で、もう自炊っちゃったんですが、とにかく、偽善者にならないで、本当の神の愛を持つことが、その神の愛を持つことがモラルだっていうことですね。愛があると、愛する動機があるということですね。人に優しくする動機がある。礼儀正しくする動機がある。人に良くしてあげる動機がある。動機があるから、ね、マナーが良くなるんです。アメン。もし、神の愛がなければ、ね、神の愛がなければ、動機がない。人を愛する動機がない。礼儀正しくする動機がない。人を良くしてあげる動機がないということですね。つまり、動機が大事なんだよ。神の愛という動機が必要なんだよ。その神の愛という動機によって、良いモラルができるんだよということですね。それでは聖書ではですね、どういうふうな、まあ、具体的に、まあ、モラル、マナーといったってですね、具体的に、どういうマナーが聖書に書いてあるかを、見てみましょう。これは有名な第一コリント13章、愛の章というね、第一コリント13章、愛の章と、ね、ダイアナ妃の結婚式の時に ブレア首相だったかな、ちょっとあのイギリスのその時の首相が、この第一コリント13章を読みましたね。アメリカ国教会の、カンタベリー主教だったかな、なんか、まあ、あそこのイギリスの大きなウェストミンスター寺院かなんかのカンタベリー司教が指揮した、ダイアナ妃の結婚式に、その時にイギリスの首相だったかな、ブレアではなかったかもしれませんが、第一コリント13章を読みました。それではですね、そこのところ読みたいと思います。第一コリント13章の、4節ですね。時々ここでも、読みますが、愛は寛容です。愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。アメン。素晴らしいですね。これは人間の愛じゃないですよ、皆さん。これは人間の愛じゃなくて神の愛ですよ。神の愛ね、寛容である。皆さんがイエス様を信じたら寛容になったというのは、まさにこの寛容ですね。愛は親切です。
妬まない、自慢しない、傲慢にならない、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜ぶ、すべてを我慢し、信じ、期待する、耐え忍びますね。え、素晴らしいですね。これはもう本当に、聖書の中でもとても有名な箇所ですね。はい、とても良い御言葉ですね、小太郎さん。素晴らしいですね。素晴らしい。皆さん、これはもう繰り返し繰り返し読んでもいいですよ。第3アメン。もう皆さん、これをですね、どっかこう、壁かなんか貼っといてください。もう皆さんのですね、PC の上かなんか貼っといてですね、一日一回読んでくださいね。一日一回読んでですね、愛は寛容です。愛は親切です。ね。自分で、これを読んでくださいね。それから、ローマ12章。ここにもとてもいい言葉がありますね。9節からいきましょうか。9節ね。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。兄弟愛を持って、心から互いに愛し合い、尊厳を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず、礼に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜ぶ者と喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ智者などと思ってはいけません。誰に対してでも、悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。ね。これもいいとこですね。愛に偽りがあってはなりません。ね、さっきはクリスチャン、嘘をつかないというのがこれですね。悪を憎み、善に親しみなさい。ね、いいですね。いいですね、皆さん。こういうね、愛の人生、愛の人間関係、本当に、これは人間の愛ではできません。人間の愛ではできません、ね。神様の愛で初めてできるんですね。神の愛で初めてできます。これがクリスチャンマナーです。これがクリスチャンマナーです。皆さん、これがクリスチャンマナーです。クリスチャンマナーというのは、神の愛のマナーです。神の愛のマナー。神の愛がなければできないマナー。生まれつきの人間では決してできないマナー。神の愛をもらって、神の愛をもらって初めてできるクリスチャンマナー。皆さん、これからはクリスチャンマナーの時代ですよ。クリスチャンマナーの時代です。私たちはもうマナーのない、そのような、この人格ではなくて、マナーのない、その、社会ではなくて、素晴らしいマナーのある、そのクリスチャンマナーのある世界、それが、神の国です。神の国です。クリスチャンマナーのある社会、神の国を求めませんか。一緒に神の国を求めるのです。クリスチャンマナーの中で生きるならば、素晴らしいと思いませんか。楽しいと思いませんか。マナーのないことでカチンときたり傷ついたりすることがない社会、神の愛で、本当に、このお互いに、このね、優しくして、お互いに、礼儀正しくして、お互いに励まし合うことができる、クリスチャンマナー、クリスチャンマナーで、素晴らしい神の国を作りませんか。神の国を求めませんか。自分の力ではないし、自分の愛ではありません。油注ぎを受けることによって、油注ぎを受けることによって初めてクリスチャンマナーができるんですよね。皆さん、
カチンとくるのは自分にプライドがあるかなと思いました。どうでしょう。そうですよ。そうです。カチンとくるのはですね、自分の心に何か怒りがあったり、それから、憎しみがあったりすると、カチンときます。ね。憎しみとか、怒りとかのがあるとカチンときますので、皆さんカチンときた方はですね、自分の中にカチンとくる何か怒りがあるんだというふうに考えてください。そして、油注ぎによって燃えて燃えて燃えてですね、燃えていくとその、自分の中のカチンとする心がなくなっていきます。なくなっていきます。悲しいこと、嫌なこと言われたり悪口言われてもカチンってこなくなります。自分の心がきれいになるとですね、カチンと来なくなりますよ。そうすると、平安になりますね。なんかよく言いますよね、角と角がぶつかるというね、角がなければぶつかりません。角があるからぶつかるという感じでしょうか。はい。それではですね、クリスチャンマナー分かりましたか。クリスチャンマナーは神の愛だということです。クリスチャンマナーというのは、神の愛を持つことによって人を愛するという動機ができる。人を愛するということの中で、マナーができていくんだよということですね。なんかこの単なる規則でね、規則で、こういう服装をしなきゃいけない、こういう、このね、洋服を着なきゃいけない、こういう箸の置き方をしなきゃいけない、こういうね、作法をしなきゃいけないとか、そういうことがマナーではありません。マナーは、神の愛がマナーなんだよということですね。自分のしてもらいたい、自分のように隣人を愛する、自分を愛する、自分のように隣人を愛する、これが、クリスチャンマナーです。自分のしてほしいことを、自分のしてほしいことを他の人にする、これがクリスチャンマナーですね。これがクリスチャンマナーです。皆さん、クリスチャンマナーを持ちたいと思ってくださいね。クリスチャンマナーを持ちたい。それでは証タイムいきましょう。それじゃあクリスチャンマナー証タイム、皆さんがイエス様を信じて、またこの伝道部屋に来てマナーが良くなった部分、こういうふうにマナーが良くなったという証いきましょう。はい、クリスチャンマナー証タイムスタート。ニコ生荒らすのをやめます。偽善者をやめることができました。荒らしをやめました。ホモにはもうなりません。人に優しく接するようになりました。他人を嫉妬しなくなりました。祝福することが習慣になりました。悪口を打たなくなりました。放送を見たら気持ちが落ち着いた。今日素直に聞いてみます。思いやりを持って人と接したいと思います。何もない時ほど思いやられるようになりました。アメン。以前は睨んでましたが微笑むようになりました。アメン。気持ちが温かくなりました。AV 見なくなりました。神の愛を理解できるようになりました。
葬式参加するのをやめました。やめます。親孝行するようになりました。神を恨んでいましたが考え方を変えたいと思います。神の声が聞こえるようになりました。散歩できるようになりました。隣人を愛せるようになりました。教会層にしようと思います。町内会を抜けることにしました。この放送の常連になりました。知らない人にも愛を持てるように接するようになりました。親に優しくなりました。神の愛を持って尊いものを守りたいと思いました。同和差別をやめました。クリスチャンの本屋を開こうと思いました。素晴らしい。誰にでも優しくなれるようになりました。この世の真理を知りました。隣人を自分のように愛せよというイエス様の言葉を思い出しました。電話を切るときにアメンというようになりました。電動放送するようになりました。牧師になるための勉強をしています。優しい気持ちが大事だと思いました。たまには私もどこかで語尾にアメンと言いそうになります。アメン。他人のことを自分のように愛せるようになりました。家族の合言葉がアメンになりました。キューちゃんの放送を毎日チェックするようになりました。賛美しながら歩くようになりました。すごい。挨拶でハレルヤというようになりました。ハレルヤ。サラダを見るたびに Q を思い出します。先生ですがエコ引きやめました。素晴らしい。エコ引きやめました。人種差別をやめました。いつも教えをありがとうと思うようになりました。子供が生まれたら名前をアメンとつけよう。イエス様が好きになりました。教えは人の心を豊かにします。アメン。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。どんな人にも優しく接するようになりました。アメン。素晴らしい。人に気を使うようになりました。アメンっていうのは確かです、同意します、はいということですね。聖書を子供に買ってあげました。
毎日ピューチャー放送のタイムシフトを20時間見ています。すごい。油注ぎがドバッと感じるようになりました。アメン。素晴らしい。エファの証人はキリスト教ではありません。キリスト教ではありません。キリスト教三大異端ですね。朝から聖書を読んで出勤しています。統一教会はなぜ異端なんですか？イエス様を神としないんですね。イエス様を神としないのが異端です。モノミノと、モルモン教、統一教会はイエス・キリストを神だと認めません。プロテスタント、カトリックはイエス・キリストを神と認めます。三位一体ですね。三位一体。三位一体というのはイエス・キリストが神だということですね。聖霊様も神様です。聖書を読んでいると体の中が熱くなって気持ちよくなります。それが油注ぎですね。それが油注ぎですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お母さんの言うことを聞けるようになりました。素晴らしいですね。素晴らしい。はい、アメン、アメン、ありがとうございました。はい、それではですね、クリスチャンのテレビ局を作ろうと思います。本当にですね、今日ですね、この集会の話をしに来てくれた方がですね、そのネット伝道についてちょっと話したんですけど、彼もですね、ネットでこれから伝道する時代だということで、彼は本当に、これからの伝道はネットが大事だということで、私と意見が、一致しましてね、で話が弾みました。で彼は曰くですね、もう日本中の教会ね、世界中の教会がこうネットで、この結ばれるべきだという考え方を言ってましたね。私も大賛成ですね。大賛成ですね。ところが一番、ネットにですね、消極的なのが牧師だそうですね。今のところですね、ホームページはあったとしても実際にこういうふうにネットで伝道しているのはあまりいないそうですね。いないそうですね。ですから、これからはネット伝道が大事だということですね。といってもですね、急激にこういうことをする、ああいうことをするってことはちょっとまだ計画的には分かりませんが、これからだん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 見えてくるんではないかなと思います。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージです。ファイナルメッセージです。キューちゃんは日本ありがとうございます。日本キリスト教会のネットパイオニアありがとうございます。アメン。でもですね、皆さんと一緒にやってるんですよ。私はですね、一人でやってるつもりはありません。皆さんと一緒に伝道してるということなので、一人では何もできません。一人では何もできません。皆さんと一緒にやることが大事ではないでしょうか。ですから皆さん、最近第3も放送してくれていますね。第3も放送してくれています。ぜひこれから放送する人がどんどん増えてくると思います。ブログ伝道も増えてますね。ブログ伝道も増えてます。放送伝道も増えてます。もっともっと増えてほしいと思います。今 BSP の空きがありますので、もし皆さんの中で BSP 欲しい方はスカイプの方で連絡をください。しかしテストがあります。テストね、もちろん、信仰がなければダメです。洗礼を受けていなくても、信仰があれば、可能性がありますので、BSP 欲しい方は、スカイプで、テストを受けてください。はい、
ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージいきます。アメン。皆さん、その人間は本来は神様に似せて作られました。人間は進化してできた動物ではありません。人間は、神様に似せて作られたんです。その神様に似せて、作られた天然ちゃん、神様に作られた人間が悪魔の言うことを聞いて罪が入りました。そして罪人になった人間がマナーが悪くなったんです。どうして、罪人になった人間がマナーが悪くなったかというと、それは、その罪が、このマナーの反対、なんて言ったらいいでしょうかね、不道徳って言ったらいいのかな、マナーの反対、不道徳、罪が不道徳の原因なんですね。罪というのが不道徳の原因です。モラルのない原因、この社会にモラルがない、人間にモラルがない原因が罪が原因です。つまり、その罪がある限り、マナーは良くならないんだよということですね。まあ罪がなくてもマナーがいいのは、それは立法主義、まあ、立法主義でさっきも言ったように立法主義でマナーも良くなるけれども、それは偽善的なマナーだということですね。偽善的なマナーっていうのは外側だけのマナー、ビジネスマナーね、ビジネスマナーとか、ノンクリスチャンマナー、いろいろ言葉作っちゃいましょうね、ノンクリスチャンマナーとかビジネスマナーは、それは偽善なんだよという、社交辞令、社交辞令という言葉もありますね、そういう社交辞令は本当のモラル、マナーではないんだということですね。で、本当のマナーは神の愛だということですね。愛が動機で、マナーが良くなるんだ。それも単なるその形だけのマナーじゃない。本当に、イエス様のように、イエス様が命を捨てて、十字架にかかったような本当の愛、神の愛ですね。神の愛で人を愛するマナー、これがクリスチャンマナーです。そしてそのクリスチャンマナーは、形だけど自分自身のためにやってるマナーになるでしょうか。自分自身のためにやってるマナーになるでしょうか。形だけだと、そうですね、形だけだと、まあ、結局それは自分のためというよりも本当のマナーじゃないということでしょうかね。まあ、自分のためということでしょう。相手のため、あ、そうですね、その偽善的なマナーは自分、相手のためじゃなくて自分のためということになるかな。偽善だからね、自分が、まあ、いいマナーをすることによって、なんかこう、人の目にですね、評価を受けようとするようなマナーかな。まあ、いい子ぶるっていうね、よく、まあ、いい子ぶるっていう言葉がありますけど、そういう感じ、いい子ぶるというのが、その偽善的なマナーなのかもしれませんね。で、本当のマナーというのは、本当の動機が必要である。その本当の動機が神の愛だということですね。で、その神の愛はどうやってもらうかというと、イエス様を信じて油注ぎをもらうということですね。その油注ぎを受けることによって神の愛が注がれるということですね。皆さんが経験しています。そして私が今日言いたかったことは、皆さんがもっともっとクリスチャンマナーを学んで、クリスチャンマナーを実践して、この世の中がクリスチャンマナーのですね、満ち満ちた社会になってほしい。この世が神の愛で、神の愛で満ちてほしい。この世が神の国になってほしい。リバイバルが起きてほしい。まあ、クリスチャンマナーが、ね、クリスチャンマナーが、溢れたらば、
そのクリスチャンマナーが溢れたらその神の国になるんだよということですね。はい、そうですね、皆さんがですねこう、アメリカ行った時ですね、または日本にいるアメリカ人で、非常にまあレディーファーストだったり非常にマナーがいいことを見たことがあるんじゃないかと思うんです。で、今アメリカがいい国か悪い国かちょっと別として、アメリカがまあクリスチャンの、まあね、ピュリタンが作ったような国なんですけども、クリスチャンマナーが ある意味であった国ですね。まあ、それがまあ国の文化、アメリカ人の気質になっていると思うんですが、まあ、今のアメリカ人がマナーがあるかどうかは別としてですね、そういう日本人としてこの、まあ、以前はと言ったらいいのかな、今もそういう人もいますけど、日本人にないような、まあ、クリスチャンマナーを持った人がたくさんいたので、私もその宣教師のクリスチャンマナーを見てびっくりして、こんなに優しい人がいたんだということで私は信仰を持ったという、その過去があります。あ、時間来ちゃいましたね。じゃあ招きをします、神の愛を持って、神の愛を持ってクリスチャンマナーを身につけたい人、優しい人、ね、誠実な人、正直な人、その礼儀正しい人、自分の力ではなくイエス様の愛、神の愛でクリスチャンマナーを身につけたい人、イエス様を信じてクリスチャンマナーを実行したい人、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン、アメン。はい、J さん、小太郎さん、大さん、和樹さん、アメン、アメン、アメン。リーフさん、アメン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 。皆さんぜひですね、いつもいつもですね、このクリスチャンマナーのことを考えてください。隣人を自分のように愛する、隣の人を自分のように愛する、自分のしてほしいことに他の人にする、この御言葉を絶えず口ずさんでください。隣人を自分のように愛する、隣人を自分のように愛する、絶えずこの御言葉を考えてください。いつもいつも考えてください。そうすればクリスチャンマナーがだんだん見えてきます、分かってきます、身についていきます。天のお父様、以前は人を愛する動機がありませんでした。むしろ憎んだり手嫌ったり、その人間を人間として見ないで愛する動機がありませんでした。自分は愛する動機があっても人を愛する動機がありませんでした。人を見下げたりしてました。そのような罪を許してください。そのような罪を許してください。これからは、イエス様のように、イエス様のように神の愛で、神の愛で人を愛する生き方、神の愛で人を見てその人が喜ぶこと、祝福されることを願う、神の愛を表す人間、神の愛を表すマナーができるように、どうぞ私たちを導いてください。教えてください。イエス様、どうぞあなたが必要です。あなたが必要です。あなたの導き、あなたの助けが必要です。クリスチャンマナーを身につけることができますように、今アーメンと言った方々がイエス様を信じて罪が許されて神の愛で満たされてクリスチャンマナーを持つことができますように、日本がクリスチャンマナーで満ちますように、日本がクリスチャンマナーで満ちますように、ニコ生がクリスチャンマナーの、になりますように、ニコ生全体がクリスチャンマナーで満ちますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。ハレルヤ、アーメン、アーメン。感謝します、感謝します。はい、今日は金曜日ですね。明日は土曜日。
ありがとうございました。また明日、シャローン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 、アメン。アメン、ハレルヤ、アメン。